今回のレシピはワインのお供におすすめのレバーペーストです。材料は概要欄に記載していますので参考にしてみてください。では早速作っていきましょう。まずはレバーの処理をしていきます。余分な筋や血管などを取り除いていきます。これをすることでより口当たりが滑らかなペーストに仕上がります。余分な筋や血管の除去が終わったら、料理酒とお塩でよく洗います。洗い終わったら、よく水気を切っておきましょう。次にフライパンに無塩バターとみじん切りにしたニンニクを入れて火にかけます。ニンニクの香りが立ってきたらスライスした玉ねぎを入れて玉ねぎが透き通るまで炒めていきます。玉ねぎが透き通ってきたら白ワインを加えて水分がなくなるまで煮詰めていきます。次にフードプロセッサーで材料を混ぜていく工程に移ります。フードプロセッサーに先ほどの水気を切ったレバー、常温に戻した卵、お塩、適量の黒胡椒、そして先ほど煮詰めた玉ねぎを熱い状態で加えていきます。そして滑らかになるまで攪拌してください。ここでは20秒ほど回しています。一旦フードプロセッサーはこの状態で置いておきます。次に無塩バターをフライパンで沸くまで溶かしていきます。無塩バターが沸いたら先ほどのフードプロセッサーで攪拌したペーストに少しずつ加えていきます。ここで無塩バターを熱い状態で少しずつ加えることによって分離せずにうまく乳化させることができます。次にペーストをプロセッサーから外して一度裏ごしします。裏ごしが終わったら耐熱容器に入れていきます。次に100度のオーブンで30分間湯煎焼きをしていきます。口当たりをより滑らかにするために湯煎のお湯の温度は70度に設定しています。30分経ったら固まっているかどうかを確認してください。もし固まっていなければ5分ずつオーブンで熱する時間をプラスしてください。常温になるまで冷ましたら冷蔵庫で一晩寝かせて完成です。